最近のお前は生意気だ。もう一度自分の立場をよく考えろ。私の立場？それどういうこと？少しは自分で考えろ。そう言うと新一はそのまま家を出ていく。残された私は呆然とするしかなかった。目の前に置かれた離婚届をじっと見る。新一の名前は記入済みでハンコも押してある。出せってことだし提出するか。この状況で考えられることはそれしかない。私はいそいそと離婚届にサインした。離婚届を突きつければ新一は私が萎縮すると考えたのだろう。確かに以前の私だったらここで何もできなかったかもしれない。新一の浮気も知らないふりをして彼の言う通りに行動していたと思う。でも今の私は違う。ユキとサキが生まれて私は母親になった。新一は母親になった女の強さを甘く見ている。自分の認識の甘さを後悔すればいいわ。私は一人で不敵な笑みをこぼしながらサインした離婚届をポケットに押し込んだ。私の名前は河村直美。今年43歳になる私はパート社員として働いている。言うまでもなく主婦業との兼業は大変だ。とはいえ私が仕事をしなければ生活できない。なぜなら夫の新一の給料の大半は義両親の生活を支えるために使っているからだ。つまり我が家の家計を支えているのは私のパートの収入というわけである。また私には小学生になるユキとサキという双子の娘もいる。そんな娘たちのためにも頑張るしかないのだ。ただ最近は少しくじけそうになっている。家事やパートだけでもギリギリなのに新一との関係までギクシャクしてきたからだ。結婚すれば幸せになれると思ったのに。思い描いていた結婚生活とはほど遠い現状に私はため息をつくことが多くなっている。今思い返せば結婚する前が一番幸せだったような気がする。当時の私は自分が結婚することになるとは夢にも思っていなかった。地味でおとなしい性格だったせいかまともに異性と話したことがなかったからだ。同僚と仕事の話をすることはあってもそれ以上のことは話さない。そういう状態で結婚なんて夢のまた夢。男女交際すらも遠い世界の話だった。ただそんな私にも転機が訪れる。その日私は仕事終わりにデパートに寄った。たまたまデパートでは物産展が開催されていて何気なく商品を見ていた時のことだ。何かお探しですか？背後から不意に声をかけられたのだ。振り返ると姿勢のいい男性が立っていた。あ、いえ、その。突然のことにうまく言葉にならない。それに気づいた男性はすぐに謝ってくれた。すみません、驚かせてしまって。いえ、はい。よかったら案内しましょうか。私このイベントの商品を取り扱う会社のもので。そう言いながら彼は私に商品の説明をしてくれた。それが後に夫になる新一だ。ちなみに当時の私は男性に声をかけられた経験なんてないに等しい。だからただのセールストークに私は完全に舞い上がってしまったのだ。けどそんな私の反応が新一にとっては物珍しかったらしい。よかったら連絡先を交換しませんか？別れ際新一はそう言ってくれたのである。それがきっかけになり私たちは付き合い始めた。その後は順調に交際を進めていく。私が男女交際になれる頃には結婚していた。でも結婚した途端新一は私に何もしてくれなくなったのである。結婚前は誕生日にもクリスマスにも
私にいろいろとプレゼントをくれていた。それなのに、結婚してからは何もくれない。花もアクセサリーも、感謝の言葉すらもなかった。家事は私に任せきりで、休みの日に手伝うということもない。釣った魚に餌をやらない。私の頭にはそんな言葉が思い浮かんでいた。ただ、そんな新一が大喜びをしたことがある。それが私の妊娠だ。あのね、新一、ちょっといい？ん？なんだよ。実はね、今日病院に行ってきたの。私がそう切り出すと、新一は怪訝そうにする。顔をしかめて、これ見よがしにため息をついた。なんだ、病気か？違うわよ。妊娠したの。その瞬間、新一の目の色が変わる。そこからの新一は大騒ぎだった。義両親に電話をして、子供ができたと嬉しそうに伝える。さらに友人と思われる人にも電話をしていた。これで少しは変わるかも。私は嬉しそうな新一に少しだけ期待していた。けど、その熱もすぐに冷めてしまう。ユキとサキが生まれた時には、新一はまたそっけなくなっていた。それどころか、娘たちには興味を示さない。二人の世話を頼んでも嫌そうにするだけ。少しくらいは手伝ってよ。双子の世話なんて普通の倍なんだから。はあ？子供の世話はお前の仕事だろ。そうかもしれないけど、あなたの娘でもあるのよ。わかってる？私がそう言うと、新一はそっぽを向いた。それから、ふんと鼻を鳴らす。男の子だったらよかったんだけどな。え？どういうこと？そのままだよ。新一は声を荒らげると、自分の部屋に閉じこもってしまう。その瞬間、私は新一のこれまでの反応を思い出した。最初は喜んでいたのに、すぐに興味を失った。男の子じゃないって、分かったから。新一が興味を示さなくなった理由は分かった。とはいえ、どうすることもできない。結局、私は一人で育児を頑張るしかなかった。そんなある日のこと。ユキとサキを寝かしつけて、片付けのためにリビングへ戻った時のことだ。ふと、新一の話し声がリビングから聞こえてきた。とっさに私はリビングの前で足を止める。頼むよ。もう限界だろ。限界って、何の話かしら。私は首をかしげながら、そっとリビングを覗き込んだ。新一は誰かとこそこそ電話で話し続けている。しかも、こちらに気づく様子はない。もしかして、浮気？そう思ったら、いても立ってもいられなくなった。リビングに入る隙を伺っていると、新一が不意にこう言ったのだ。じゃあな、父さん。その瞬間、私はほっとした。それからリビングに入るなり、私は新一に尋ねる。声が聞こえていたけど、電話していたの？ああ、まあ。曖昧な返答に首をかしげる。ギフトの電話を隠す必要があるのだろうか。少し妙な気がする。けど、新一が頼むと言ったのを思い出した。親に頼み事をしたのが恥ずかしいのかしら。そんな思いに至り、私は問い詰めるのをやめた。けど、そのわずか数日後に、私はその時の判断を後悔することになる。え？お父さんが倒れた？新一から電話があったのは、夕食の買い物へ出ようとした時のことだった。母さんの話だと、なんかやばいらしい。やばいって、そういうこと。万が一のことも考えておくしかない。お前、貯金はいくらある？直接的なことは言いたくないようだ。
でも新一が言いたいことは分かった。もし義父が亡くなったら、葬儀などにお金がかかることになる。私はいろいろと考えを巡らせて、引き出しの中の通帳を手にした。こっちのことは任せて。それより新一はお父さんのところへ。ああ、そうだな。電話はそこで切れた。一方、私は銀行へ向かう。生活費を入れている新一の口座に、私は結婚前に貯めた貯金の300万円を振り込んだ。こうしておけばすぐに使えるわよね。私はその通帳を握りしめて、義母が連絡してきた岐阜の入院先へ急いだのである。無事でいて。そう願いながら私は病室へ飛び込む。そこで見たのは談笑する岐阜の姿だった。ナオミさん、来てくれたのか。お父さん、大丈夫ですか。あまりにも岐阜が元気そうだったので拍子抜け。私はその場にへたり込んでしまった。おいおい、大丈夫か、ナオミさん。ええ、お父さんが元気そうで何よりです。ほっとしたのもつかの間、新一は私を病室の外へ連れ出した。それから新一はためらいがちにこう話す。父さん元気そうだけど、そうでもないんだ。どういうこと。私が聞き返すと、新一はぽつりぽつりと話し始める。新一の話はこうだった。岐阜は建設作業員として働いている。ただ若い時からかなり無茶をしていたそうだ。それで体にはガタが来ている。その反動が一気に来て倒れたようだ。今後は無理ができない、介護が必要になるくらいだ。仕事は絶対にできない。だから俺が父さんたちの生活を支えるしかない。じゃあ同居するの。それはさすがにナオミも嫌だろう。面と向かってうなずくことはできない。でもそう思ったのは言うまでもない。だから生活費だけ出すつもりだ。それに父さんたちには家もあるし。義実家の家と土地は義父が親から受け継いだものだ。古いけれど住むだけなら支障はない。それに家賃がいらないなら新一の援助だけでもなんとかなるだろう。とりあえず私はほっとした。けど次の瞬間、耳を疑うようなことを言われる。それでお前も働いてくれないか。え、もう仕事を辞めて何年も経つのに。パートでいいから頼むよ。お前が働かないと生活が苦しくなるし。言われてみればその通りだ。現状私たちの生活に余裕があるわけじゃない。その上で今の生活費から義両親の分の生活費が引かれることになるわけだ。生活が大変になることは目に見えている。ユキとサキの教育費も貯めなければならない。もろもろのことを考えると私が働くのが一番だ。そう考えて私はパートを始めたのだった。あの時新一が岐阜に頼んでいたことは、仕事で無理をするなということだったのか。父さんの体が限界だろと言ったのね。今さらながらそんな風に思ってしまう。後悔しても遅いけど、後悔せずにはいられなかった。そんな私に追い打ちをかけるかのように、義母が私にこんな連絡をしてきたのだ。休みの日はうちに来てくれるかしら。どうしてですか。介護は嫁の仕事でしょ。そう言われると断れない。私は義父の介護までする羽目になった。こうして私は家事と子育てとパート、さらに義父の介護に精を出すことになったのである。言うまでもなく疲労が溜まっていく。ちょっとしたことでもイライラするようになった。ただイライラをユキと先にはぶつけられない。自然と矛先は新一に向かった。新一、今度の休みは義実家へ行きましょう。
なんだ、ユキとサキを連れて行くのか。それもあるけど、お父さんの介護よ。平日はお母さんに任せきりだし、私は休日しか介護を手伝えていない。だからたまの休みは一緒に介護をしよう。そう言ったけれど、新一は知らん顔。介護は嫁の仕事だろ、その一点張りだった。結局私だけで岐阜の介護を続けたのである。そんな生活が数年続き、やがてユキとサキは小学生になった。その頃にはユキとサキは義実家へ行きたがらなくなっていたのだ。幼い時は置いていけなかったけれど、今なら留守番をさせてもいいかもしれない。じゃあ今日は二人で留守番ね。お母さんはおじいちゃんの介護に行くから、サキと一緒に家のことをしておくね。ユキが元気よく言う。サキは隣で静かにうなずいていた。お父さんが帰ったら三人で夕食の準備もしておいてね。できるかしら。大丈夫、できる。積極的なユキと控えめなサキ、対照的な二人だけど、私に似ていい子だ。だから私は安心して家を出た。それから義実家へ向かう。そして義実家の前に着いた時だ、ふと家の中から義両親の話し声が聞こえてきた。あの嫁は本当に言いなりだな。そうね、本当に使えるいい家政婦だわ。あははっと義両親の笑い声が響く。私はぎょっとした。私のことをそんな風に見ていたのかと少しだけ悲しくなる。けどそれ以上に次の二人の言葉が衝撃的だった。まあ娘を産んだのはダメだったな。あの嫁に似て可愛くもないし。そうね、息子だったら許せたけど。何にしても跡取りは必要だよな。そうだ、この間新一が連れてきたあの若い女に産んでもらいましょう。その瞬間、私は目を見張る。私はとっさにスマホの録音ボタンを押していた。それにも気づかず義両親は話を続ける。そこで私は初めて真実を知ってしまった。新一には若い女の浮気相手がいる。しかも義父に介護が必要というのは嘘だった。仕事をしたくない義父が新一とグルになって私に嘘をついていたのだ。義父は労せずにお金が手に入り、新一は堂々と浮気相手に貢げる。義両親はそんな話をしてくれた。話が終わったところで玄関チャイムを押す。お父さん、具合はどうですか。何食わぬ顔で私はそんな風に声をかけていた。もちろん義父は介護が必要なふりをする。それが妙に面白く感じてしまう。それはさておき、私は知らないふりを続けた。その方がいろいろと証拠を集められるからだ。その後も私は我慢して義父の演技に付き合った。けどそんな風にして証拠を集めていれば、さすがに新一も気づいてしまう。それから数ヶ月が経った頃、新一が苛立った様子でこんなことを言ってきた。最近家事がおろそかになっているぞ。何をやっているんだ。遠回しに私を問い詰めてくる。私も遠回しに言い返した。あなたが手伝ってくれればいいじゃない。休みの日は時間もあるでしょ。俺は仕事をしているんだぞ。私も仕事をしているわ。パートと正社員を一緒にするな。新一に一喝された。この瞬間、私たちの中は終わりを告げた気がする。その数日後の連休初日のことである。新一が食事中の私の前に離婚届を叩きつけた。最近のお前は生意気だ。もう一度自分の立場をよく考えろ。私の立場？それどういうこと？少しは自分で考えろ。そう言うと新一はそのまま家を出ていく。残された私は呆然とするしかなかった。
目の前に置かれた離婚届をじっと見る。新一の名前は記入済みでハンコも押してある。出せってことだし提出するか。この状況で考えられることはそれしかない。私はいそいそと離婚届にサインした。離婚届を突きつければ新一は私が萎縮すると考えたのだろう。確かに以前の私だったらここで何もできなかったかもしれない。新一の浮気も知らないふりをして彼の言う通りに行動していたと思う。でも今の私は違う。ユキとサキが生まれて私は母親になった。新一は母親になった女の強さを甘く見ている。自分の認識の甘さを後悔すればいいわ。私は一人で不敵な笑みをこぼしながらサインした離婚届をポケットに押し込んだ。とりあえず新一の浮気の証拠は集まっている。ここで離婚届を出しても問題はない。問題があるとすればユキとサキがどう思うかくらいである。二人にはどう説明しよう。ため息まじりに考え込むと、そこへユキとサキがやってきた。どうやら新一の大声を聞いていたらしい。二人は寂しそうな顔をしていた。お父さんと何かあったの？大丈夫？お母さん。私はすぐに二人を抱きしめた。頭を撫でながらありのままに話す。お父さんと一緒にいるのに疲れちゃったの。だからこれからは三人で暮らしたいけど。ユキとサキを交互に見る。ユキは明るく振る舞う。一方サキはシュンとする。あんな男でもやはり父親ということか。二人が嫌だったら離婚はせずに我慢する。私はそういうつもりだったけど、サキがすぐにこう言った。サキ、転校したくない。友達と一緒がいい。サキの言葉に面食らう。どうやら離婚を嫌がっているようではなかった。さらにユキがこんな風にサキを慰める。お母さんの気持ちも分かってあげなよ。あんなお父さんユキもいらないもん。お父さんはいらないけど転校は嫌なの。結局二人の言いたいことが分かったのはその数時間後のことだった。ユキもサキも私の離婚には賛成だそうだ。実際息子が欲しかった新一は二人に冷たかった。だから二人にとっては新一はどうでもよかったということらしい。ただ二人の中で問題だったことがある。それは離婚すると引っ越しをするということだ。遠くに引っ越すことになり学校も転校しなければならない。二人の中ではそう思い込んでいたようだ。もちろん転校の必要はない。私がそう説明すると二人は大喜び。ワイワイと楽しそうに引っ越しの準備を始めた。これで問題はなくなったわ。私はニヤニヤしながら引っ越しの準備を進めた。さらに弁護士に相談し、翌日には離婚届を提出する。あとは離婚届を提出したことを新一に報告すれば終わりだ。なのになんで電話に出ないのよ。何度も電話をかけているのに新一は一向に電話に出てくれない。しかも家に帰ってくる様子もないのだ。いくら連休とはいえどこで何をしているのだろうか。まあ浮気相手のところでしょうけど。腹は立つけど慰謝料をもらえればそれでいい。もう新一に対する気持ちは少しもないからだ。とりあえずお父さんたちに挨拶しておこう。引っ越しが終わった私はユキとサキを連れて義実家を訪れた。ただ義両親と揉めると面倒なのでユキとサキは車の中で待たせる。そして私一人で義実家の玄関チャイムを押した。ほどなく義母が姿を現す。あら、ナオミさん、今日は来たのね。ええ、
お世話になります、お母さん。さあ上がって、主人も待っているわ。義母が私を中へ案内しようとした。そこで私は右手で義母を制した。すみませんが、今日は別の話が。別の話？どうしたの？実は離婚することになりまして。私がそう切り出すと、義母が急に目をつり上げた。玄関先にもかかわらず、義母は声を荒らげる。嫁の仕事を放棄するつもり？主人の介護は誰がやるのよ？申し訳ありませんが、お母さんが。はあ？年寄りをこき使うの？介護は嫁の、あんたの仕事でしょ？そんな風に大声を出されても困る。第一、離婚は私が言い出したことではない。そう説明するけれど、義母は全く分かってくれなかった。私のことを見捨てるのか、白状者。奥から義父の声がする。私はため息まじりに義実家へ上がり込んだ。義父のもとへ行き、私はポケットから生活費の口座の通帳を出す。とにかく離婚届を出しました。だからあなたたちとはもう無関係です。何ですって？どうしてそんなことを？そうだ、相談もなく勝手なことをするな。夫婦のことは義理おしんには関係ない、そう思ったけど、どうせ話を聞かないだろう。そう思った私は、二人が最も心配しているお金の話に切り替えた。生活費が心配なのはわかります。ですから我が家の生活費の通帳を持ってきました。私が出したのは新一名義の口座の通帳だ。普段は私が家族の生活費の口座として使っている。でも新一の名義だから今後は使えない。私には不要なものだから義理両親に渡すことにしたのだ。貸しなさい、今月の生活費は。義母が通帳をめくる。その途端、急に義母が静かになった。え？これは。どうした？義父が義母から通帳を奪い取る。それから二人で通帳をしげしげと見ていた。あなた、これは。ああ、これなら嫁はいらん。食いついた。私は心の中でそう思っていた。その時だった。急に義母が私の背中を押し始める。離婚したのならさっさと出て行きなさい。え？あ、ちょっと。何をしているんだ。離婚した嫁はとっとと出て行け。役立たず。義両親の態度が急変する。気づけば私は義実家を追い出されていた。二度と顔を見せるんじゃないわよ。そう言った義母はピシャリと玄関を閉めた。何よ、あの態度は。腹が立つけど、ほっとしたのも確かだ。ともあれ、これで挨拶は済んだ。それに仕込みも済んだわ。あとはケチなお父さんたちなら自滅してくれるはず。私はほくそ笑みながら義実家を後にした。その後、私はユキとサキの三人で新しく借りたマンションへ向かう。新居は今まで住んでいた場所から少ししか離れていない場所だ。当然、ユキとサキは転校する必要もない。私としても手続きなどがなくて助かった。そうして一週間が経った時のことだ。職場の昼休みに私は何気なくスマホを手にした。ふと見ると、目が飛び出るような数の着信がある。何事か、と慌てて電話を折り返した。もしもし、新一？電話をかけてきていたのは新一だ。そんな新一は電話に出るなり、大声を上げた。お前何をしているんだよ！何って、仕事だけど。私がそっけなく答えると、新一はさらに大きな声を出した。そういうことを言ってるんじゃねえよ。なんで家に帰ってこないのかって聞いてるんだ。え？なんでって、離婚したから？問い返すと、新一は少し黙った。呆然としたような声で私に聞いてくる。
誰が離婚したんだよ。私と新一よ、離婚届をくれたじゃない。1週間前、私の前に離婚届を叩きつけたのは紛れもなく新一の方である。すべて記入済みだったので、私は自分で考えて提出しただけだ。そんな話を丁寧にしてあげた。するとなぜか新一は怒り始める。お前は何を考えているんだ。本当に離婚届を出す奴がいるか。でも新一がくれたから。あのな、あれは脅しだよ、脅し。40過ぎのバツイチ女じゃ生活できないだろう。新一の言葉にカチンときた。何を思ってそんなことを言うのだろうか。確かに二人の娘と暮らすのは大変だけど、きちんと仕事をしているからなんとかなっている。むしろ義父の介護をしないでいいので体が楽で助かっているくらいだ。そんなことを新一に言ってやると、彼はなぜか急に静かになった。まあ慰謝料はちゃんと請求するから、せいぜい覚悟しておくことね。はあ？勝手に離婚しておいて慰謝料をよこせっていうのか？勝手じゃないわよ。あなたが浮気している証拠もあるわ。私がそう言うと、新一は再び大きな声を出した。うるせえ！慰謝料くらいいくらでも払ってやる。期待しているわ。だからお前は俺の金を返せ。その瞬間、私は首をかしげてしまった。新一にお金を借りた覚えはない。何の話？とぼけるつもりか。生活費の口座の金だよ。新一の話はこうだった。昨日新一は久しぶりに家に帰った。すると私の荷物がなく、家がガランとしていることに気づく。夜遅かったこともあり、新一はそのまま寝てしまう。そして今朝、新一は通勤途中でコンビニに寄った。そこで家にあった銀行のカードでお金を下ろそうとする。しかし口座の残高はゼロ。1円も引き出せなかったというのだ。俺が持って行ったのは生活費の口座のカードだぞ。だからお前が盗んだんだろ。返せ。あれは俺の生活費でもあるんだからな。新一の言い分は分からなくもないけど、私にも反論がある。でも生活費を出していたのは私よね。あなたのお金はお父さんたちに渡っていたし。それはそうかもしれないが、お前が生活費を出す約束だろ。自分のお金じゃないと分かっていて、それで私に請求しているのか。それならそれで仕方がない。私も決定的なことを言うだけだ。まあ口座はほぼ空だったんだけど、最後まで引き出したのは私じゃないわ。はあ？じゃあ誰だよ。お父さんかお母さんよ。あの口座の通帳は二人に渡したから。なんだって？数日前、私は義両親に別れを告げに行った時、二人に生活費の口座の通帳を渡した。その口座の残高は約300万円。といってもそう見えるだけだ。一見すると残高は約300万円になっている。でも実際はそんなに入っていない。そのからくりはこうだ。義父が倒れた時、私は300万円を振り込んだ。大金だったため手続きは銀行で行っている。その時点で口座の残高は約300万円になった。義父にそのお金を使うことはなかったが、そのお金は私が生活費に使うことになる。お金は必要な時にカードで引き出していたので、通帳に残高が記載されることはない。やがて口座の残高はほぼなくなり、実際の残高はほぼゼロになったけれど、通帳は使っていないので、通帳の残高は300万円から変わっていない。つまり通帳だけを見た義両親は口座に300万円があると思い込んだというわけだ。二人で湯水のように使ったでしょうね。多分借金ができていると思うわ。そんな、まさか。早く回収しないと。
私が言いかけたところで新一は電話を切ってしまった。ニヤニヤしながら私も電話を切る。このあとどうなるのかしら。私は静かにスマホをポケットに入れた。その数時間後のことだ。私は仕事である場所を訪れていた。ひとしきり仕事の話が終わったところで、義両親から電話がかかってくる。もちろん仕事中なので電話は切った。けれど電話は繰り返しかかってくる。たまりかねた私は自分がいる場所を告げた上で、忙しいから電話しないでと言って電話を切った。やがて仕事が終わり、私は一人で訪れていた場所を出た。そこはとある会社の会議室だった。その後1階のロビーである人と鉢合わせる。あ、なんでお前がここにいるんだ。あら、会社にいたんだ新一。私が鉢合わせたのは新一だった。そう、私が仕事で訪れたのは新一の会社だったのだ。お前、俺に文句を言うために会社に押しかけてきたのか。迷惑だろ。そんなわけないでしょ、仕事よ。仕事？パートのおばさんに用はねえよ。さすがにムッとする。その時、新一の隣の女性に目が留まった。女性はじっと私を見ている。そしておもむろに私にこう言った。新一さん、この人知り合い？ああ、元嫁だ。もう捨ててやったけどな。そんな二人の会話を聞いた私はハッとした。何か見覚えがあると思ったら、この女性は。心の中でにやりとする。目の前にいる女性は新一の浮気相手だ。実は少し前に新一の素行調査を依頼していた。もちろん義両親の話を聞いたからだ。その素行調査の結果、一人の女性が浮気相手として報告される。それが目の前にいる奥本里香という若い女性だ。それなら、と私も嫌味を言うように言い返した。どうも、はじめまして。あなたが新一の浮気相手の女性ね。違うわよ、私が本命よ。リカが顔をしかめて言い返してくる。私は視線をそらしながら応じた。あら、それはごめんなさい。何よ、失礼な女ね。新一さんもこの女に言い返してよ。リカが新一の腕を引っ張る。一方新一はデレデレしながらうなずいた。任せろ。おいナオミ、こんなところにいるならさっさと金を返せ。またその話？さっきも言ったけど。離婚の腹いせに会社に押しかけたくせに偉そうなことを言うんじゃねえよ。新一が声を張り上げる。さすがに呆れ果てた。仕事だと言ったのに本当に何も分かっていない。しかもこんな場所で騒げばどうなるのか、それすらも分かっていないようだ。ともあれ、私まで騒げば迷惑になる。とりあえず場所を変えましょ。はあ？自分が不利になったら逃げるのか。新一が私を煽ってくる。これは何を言っても無駄かもしれない。そう思い始めた時だった。不意に別の女性の声がロビーに響く。見つけたわよ、この泥棒。振り返るとそこには義母がいた。しかも介護が必要なはずの義父までいる。はじめは車椅子に乗っていた義父だったが、興奮したのかいつの間にか立ち上がっていた。義父は声を荒らげて私に詰め寄ってくる。なんだあの通帳は、金があると思って使ったら空だったじゃないか。ですからあれは。うるさい、お前のせいで借金ができたんだ。借金はお前が返せ、この泥棒。義両親が勘違いするのは予想通りだった。もちろんその結果借金をするかもしれない、そこまでは考えていたけれど、そうなっても勝手に責任を取るだろうと思っていた。それなのに
こんな風に詰め寄られるのは予想外。さすがに私も対応できずに困惑していた。そうこうするうちに新一も調子に乗って私を責めてくる。やっぱりお前が盗んだのか。これで慰謝料を払えだって、ふざけるな。そうよそうよ、こっちが慰謝料をもらうべきだわ。お、いいな。よし、ナオミ、お前に慰謝料を請求してやる。あははっと新一が大声で笑う。さすがに収拾がつかない。どうしようと私は唇を噛んだ。その時不意に大きな声がロビーに響く。何を騒いでいるんだ河村。声がした方を見ると、さっきまで私が話をしていた人物がいた。その人物を見るなり新一が態度を急変させる。あ、相川専務、申し訳ございません。俺の金を盗んだ女が会社に押しかけてきて。新一が私を指さす。その瞬間、相川専務と呼ばれた人物が大声を出した。失礼なことを言うな、大事な取引先の方に。え、取引先？このパートのおばさんが？新一が顔をしかめて私を見る。一方、相川専務はずかずかと新一に近づいた。強引に新一の頭を押さえつけると、私に向かって頭を下げさせる。申し訳ございません、私の部下がとんでもないことを言って。え、なんで？いいから頭を下げろ。相川専務は新一の頭を押さえ続けた。その様子を見て私はクスッと笑う。それから事情を飲み込めていない新一に全ての事情を話してあげた。話は随分と遡る。パートを始める際、私はとある工場を選んだ。そこは化粧品の工場で、私はそこで検品作業をすることにしたのだ。もちろんその作業を選んだのには理由がある。実は結婚前に化粧品開発の仕事をしていたからだ。化粧品に対する造形がある、そう自負していたので、私はその仕事を選んだのだ。そうして働いていたある日のこと、視察に来た女社長が私に気づく。その社長は以前私がいた化粧品メーカーに勤めていたそうだ。そこで私が開発した化粧品に感動したらしい。それで自分も独立して化粧品の会社を立ち上げた。そんな自分に大きな影響を及ぼした人がいる。そう気づいた社長はすぐに私に声をかけてくれた。そして自社の商品の企画開発部門に私を引き抜いてくれたのだ。というわけで今は立派な正社員よ。しかも企画開発の責任者もしているわ。嘘だろ。嘘じゃないわよ。だからそうなっているんでしょ。強引に押さえつけられた新一の頭を指さしてやる。新一は悔しそうに涙を流した。申し訳ありません、彼は処分しますので。そうですね、ついでにそちらの女性もお願いできますか。そちら奥元でしょうか。相川専務が理香をちらりと見る。視線に気づいた途端、理香がうろたえ始めた。私の元夫と浮気をした上、他者の人間を罵るような女性ですので。違うわよ、私は。言い訳しても無駄よ。周りにどれだけの人間がいたと思っているの。ロビーには社内外の人間が10人ほどいる。社外の人間の中には動画を撮影している者もいた。そんな。理香が崩れ落ちる。私はその横を通り過ぎた。それから会社を出る前に義両親に言ってやる。会社で騒ぐと大変なことになりますよ。それは損害賠償払えるといいですね。ニコリと微笑むと義両親は罰が悪そうにうつむいていた。その後、当然といえば当然なのかもしれないが、一連の騒ぎは関係各所に広まったそうだ。ただ
動画の流出だけは相川専務が一生懸命に食い止めたらしい。その甲斐もあってネットで炎上するような騒ぎにはならなかった。とはいえ新一が責任を免れたわけではない。首こそ免れたが、新一は官職へ異動になった。さらに理科は地方の支社に異動になったという話だ。また義良心は会社から損害賠償を請求された。しかし義良心に損害賠償を払える余裕はなかった。家と土地を売ったけれど、それでも足りなかった。義良心には借金もあるし、どうすることもできない。結局義良心は新一に泣きついた。そして新一の退職金も使って損害賠償金を支払ったという話である。もちろんその話を聞きつけた私の弁護士はすぐさま慰謝料を請求した。おかげで新一の退職金があるうちに私は離婚の慰謝料を手にすることができたのである。けれど義良心の借金の返済が残っているため、新一たちは今3人で日雇いの仕事をしているそうだ。また理科にも慰謝料を請求したけれど、こちらは理科の両親が代わりに払ってくれた。理科はそのお金を返すために今は真剣に働いているとのことだ。ちなみに私は正社員として新しい職場でも頑張っている。職種が同じということもあり、特に違和感もなく働けるのが良かったようだ。しかも介護もなくなったから、休日はユキとサキを連れて出かけることもできる。嬉しそうにする二人を見ていると自然と笑みがこぼれてしまう。二人がいるから私は頑張れるのよ。結婚は失敗だったけど得たものもあった。ユキとサキという宝物だ。二人が学校へ行く後ろ姿を見た時に私は強くそう思った。